なんか映画とか作品の話をしている時ね、急に言われたんだよね。あ、でもやっぱ最近見た中では僕はあの探偵映画楽しかったですよねってゲーム作家さんが言い出して、あ、探偵映画本当にあいいですよね、面白かったって、ケンピー、あ、探偵映画な、コナンとかかな、あ、探偵映画ですか、あ、私も時々見るんですけど、え、何の探偵映画だったんですかって聞いたの。それみんな私の顔を見てきて、私もえ、間違ったこと言いました。ちょっとたら、いや、あの探偵映画ご存知でない、いや探偵映画ご存知ですよ、あのコナンとかねえ、ほらいろいろやってるじゃないですか、あのティリ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 、え、あ、合ってますよね。いや僕たちが話してるのは探偵映画っていう、あの有子先生のあのミステリー小説の話ですって言われて、そんなバカな探偵映画なんていう題名のミステリー小説の話なんて罠じゃん、私だけバカみたいじゃねえ、歌までコナン、え、コナン、あ、コナン通りじゃないですよ、あのティーレッティーレッティーの方ですよ、え、違うんですか、あの小説の話ですって言われて、そんな知るわけねえじゃん、俺だけがバカみたいじゃんかと思って、お前らがレベル高すぎんだよって歌まで歌って頑張って表現した私がバカみたいじゃんっていう事件があったので、あの私は探偵映画っていうミステリー小説をアマゾンで買いました。昨日反省して、すごく反省して、本当にすごく反省した。あれが一番恥ずかしかった。高級焼肉店なのに歌まで歌って外れた時の悲しさ。買った買ったよ、買ったよ。いやー、アビコ先生、有名なミステリーの作者さん、なんとなく私も名前ぐらいしか知らなかったけど、で映画っていう作品は知らなかったから普通に恥かいて終わった。え、いじめられたのかな、多分。でもね、彼らは全然いじめてる感じではないの、多分純粋に通じると思って話してる風だったし、多分そういう文化なんだなって思った。だから今回学んだのは、やっぱり人間って学ぶことをやめちゃいけないんだなって思った。漫画も映画も、小説系もできる限りでいいけど、好きなものだけは語れるようにしたいねってねえ、私めちゃくちゃ反省したよね。まあ、オタトークないよ、そう言ってしまえば。熱く語れるものがある人ってかっこいいよなと思いました。なんで私とりあえずその探偵映画、一番恥をかいた探偵映画、また許するけしょうがねえ。